地域フォーラムはヒグマとどう共存すべきかをテーマに開催されました。会場となった東海大学札幌キャンパスでは、去年にキャンパス内にヒグマが出没し駆除されるなど、全道的にヒグマの出没が増加しています。フォーラムではヒグマ対策の専門家や札幌市の担当者が最新のヒグマ出没状況と対策について講演をし、参加者との質疑応答も行われていました。